ニコちゃんなんか顔色悪いけど、どこか気持ち悪いところでもあるのかな。うん、なんかパソコンの調子が悪い。パソコン？まさかの中の人の事情だった。パソコンのここ弱いんだってね。やめろそこで。私の後も取りやすいんだって。なんでわかるんだよ。あれだよお前。お前ハゲだろ。決勝。頭光ってる。なんでわかるんだよ。お前の頭なんか四次元ポケットかなんかが。頭から血が出てこない。出てくれよ。私服装ディアボロだけど大丈夫？問題ない。いつものことやないかディアボロって。ちょっと飽きてきたね。私も伏黒当時みたいにコーディングしてるみたいな。うん、ちょっと楽しみだね。それ見たい。うん。気が中。どうしよっかな。待っててね。私の服開示していいかい？いいよ。あ、行くよ。黒井さんだ。気持ち悪いなお前。今日は黒井さんと同化したゲトアセグルです。うわ本当に無理。よろしくサマーオイル。リコちゃん顔色悪そうだね。お前がキモすぎて無理。やばいギャルするぞセグル。そうかい。まあ今更だろ。認めとる。これはもうゲトウ事変じゃねえかも。それじゃあ今日はやっぱ沖縄行きたいからワイルドオーシスでしょ。うるさいよ。え？マッチング開始。はーい。お使いどうなってんだよ俺の。俺ら親友だろ。シー、俺たちは今あの。うおはー。ルルルルルルル。地元じゃ負け知らず。うるさい。うるさい。何年前の曲歌ってんだよ。急になんじゃ。ニコちゃんにも曲あるよ私。あ、なんじゃ。帰ろうか、もう帰ろうよ。うん、どうやら帰らないみたいだね。ちなみに、今の選曲、家族になろうよだ。ちげえハゲ。あなたも家族です。違う。いや、そうそう、それで家族関連でさ、ちょっと面白いコメント見てさ、俺。何？もう、どうしたの？ゲトは家族じゃなくて魔族だぞ。間違いね。なんてわかるんだよ。物資少ないけど大丈夫そう。少ないなここ。マップ見ろ。建物が2つぐらいしかないよ。スグルの分はなしでいいでしょ。私にすべて戦えと。だって特技は格闘技だもんね。うん。特技格闘技らしいよ。だからスグル体術は俺と一緒ぐらいだよ。そう。勝ち方が決まっているやつは勝ち筋を作ると簡単に。簡単そう、簡単。なんじゃ。若干噛んで、若干セリフ覚えてなかったな。できる。マジ？マジ大丈夫か？マジと書いて大マジ。大丈夫なのか大丈夫じゃないのかはよくわかんないんだけど。大丈夫。問題ない。天内に金的蹴れるというようなもんだよ。致命傷じゃないかい？私いつもそれでバースするんだけど。ゲームだよ。スマブラじゃないか。すまないね。うん。うん。やめろ。引き流せ。うん、ごめん。待て。敵がいる。私の隙に送られそうだ。やめろか。すぐる。え、死んだ。状況を説明しろ。今からタピオカで行くぞ。いや、もっと走れるやつで来てくれ。進めてもっと速いやつで来て。ゆっくり向かうぞ。ゆっくり行くよ、まないと。はよ、来るのじゃ。やめろ。また走っとる。わらを、天元様ぞ。天元様だよな。わらわが天元様じゃ。あまないが動画を拒んだとき、そん時は、動画は、なし。イエイ。その場合は天元様と真っ向から戦うことになるよ。大丈夫でしょう。俺たち最強だし。当時もいるしね。私はこの剣から降りる。お前一番降りちゃいけねえよ。天元様怖い。なんで今の流れで降りようと思ったんだよ。私には使命があるからね。使命？何それ？今回はね、この下駄箱に来るのが目的だったから。ステーション下駄箱ね。編集者さん、ここ、下駄箱で。めたいめたいめたい。ゲトウスグルの聖徳領域が。感じる。リコちゃんの芳醇な香り。あ、これは、上履き。リコちゃんの上履きか。そうだ、死ね。うわぁ誘ったな。お前が勝手に引っかかったんだ。ゴキブリホイホイみたいな。ゲトウホイホイじゃん。